まさに浜を照らす光であれというそんなスローガンのもとに戦ういわき FC、 そして東北東日本大震災の時は復興のシンボルでもあったベガルタ仙台。中島が狙ってきた、谷村がブロックをして、はい、あえてファーを狙ってきましたが、そこに浮かしボレーできた、高田亮太ファーサイド完全にフリーでした。高田亮太今シーズンの2ゴール目、14節の鹿児島戦以来のゴールになります。いや少しデザインをされたフォアサイド、一番遠いところを狙ったボールだったんですけども、そこをしっかり予測して、これいわきのディフェンスもプレッシャーには行くんですけど、はい、いや飛んだコースが見事でしたね。で目に入るディフェンスを感じながらよくミートに努めました、素晴らしいゴール、ベガルタ仙台が幸先よく、谷村が頑張った。さあここから山口、これは一ついい形になりそう。山口がドリブルで運んでいく、中央近藤義人、そしてワンタッチで山口から有馬幸太郎、シュートミートしませんでした。しっかりとサッカーの本質という言葉を森山監督言ってましたけども、はい、そういうところでまず負けないと。さあ両岸いった、両岸、両岸セカンド回せ、どうだ、ヘディングクリア、バックライン、もう一回来た、小田裕三寺バックライン、セーブしたんですが、セカンドボールに小田裕三寺、仙台がまた前に出ました。いやまず左で受けた妙案がまずファーストタッチ見事でしたね、このセカンド取って、ここで前通達の上で前向く、まあ、立川サールドが精一杯だったと思います。はい、いやここですね、はい、ダブルタッチで前向いてね、仕掛けていく、でそれでやっぱそのシュートのこぼれに対してマセもあそこ思いっきりディフェンスを競りながら体張ってるわけじゃないですか、はい、センターバック残ってますから、柔らかいボール、有馬右足、谷村、セカンド西川、ワニカサイドを変える、西川がヘディングでつないで、さあ右から勝負に加藤優馬、加藤優馬、よく触りました、キーパー林、拓殖大学出身のルーキー、はい、ここで本当に西川がよく大外見えてました。一度中を見るんですけど自分で仕掛けていきましたね最後、まあ、守備してますね、はい、さあ大迫から血を入れてバリカ、ワンタッチ、谷村海奈逆サイド、西川待ってるぞ、西川だ、ここはキーパーの林、そこにボールが来る、加藤優馬、先ほどは仕掛けあった、さあここから行きに行く、クロス入った、逆サイド流れて、さあここからどうする、下田のシュート、下がら仕掛けあるぞ、うまく収めた、さあここから下がらどうする、引き付けた、松下が狙った、ただどちらが蹴るのか、前後で狙ってきた大迫、林は余裕ありましたね、はい、石田が拾って、さあここで前線の選手がここ仙台上げたいですね、グッと、大迫のクロス流れて収まった、さあここから谷間、山口、最後松井がクリアをする、